皆さん、こんにちは。いやすごい盛り上がりですね。ただいまより大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルプレミアムファイト京都大会小学生以下部門決勝ステージを開催いたします。皆さん、今日は先生の応援よろしくお願いします。本日この大会の実況を務めますアナウンサーの柴田翔平と申します。よろしくお願いします。そして解説を務めていただきますのは海外でも活躍されているスマブラプレイヤーのアムサさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル初のトーナメント大会となりますこのプレミアムファイト京都大会は我々2人で進行させていただきます。改めましてよろしくお願いいたします。さあ、現在もそうなんですが、はい、予選からとても盛り上がっていまして決勝ステージさらなる盛り上がりが期待できそうですね。そうですね、予選よりもさらに観客の数も増えてですね、まあ、選手の皆さんにも皆さんぜひ力を与えていただきたいなと思っております。はい、ちょっとマイクがあれですかね、はい、ずれちゃいましたかね。あれだ、失礼いたします。楽しみですね、本当に。本日はですね、抽選で選ばれました256人の小学生以下プレイヤーの皆さんによってつい先ほどまで予選が行われていました。これからはこちらのステージにおいて勝ち残った精鋭8人によるトーナメントを行います。本日の大会で見事優勝を果たした方にはこちらの特製トロフィーが贈られます。一体誰がこのトロフィーを手にするのか、気になる準々決勝からのトーナメントを見てみましょう。ご覧のような組み合わせとなっております。まずはアムサさん、はい、気になった選手、予選を見ていて気になった選手いらっしゃいますでしょうか。そうですね、まず一番上のカリスマ選手、まあ、ダークサンスを扱っていたんですけれど、はい、飛び道具の扱いは非常に慣れておりまして、はい、もう相手のマリオを寄せ付けないような立ち回りは非常に印象的でした。はい、またそうですね、あとは日向選手と、コウキ選手ですかね。日向選手は月光が、コウキ選手はリュカと、はい、東京大会の予選でもあまり見られなかった、ファイターを使っておりますので、どんな試合を見せてくれるのか非常に楽しみであります。はい、今回は京都大会ならではの試合が見たいですね。はい、そうですね。さあ、緊張もあると思いますが、ぜひ皆さん頑張ってほしいと思います。続きまして大会のルールを説明いたします。試合形式は1対1の3ストック制、制限時間は5分です。相手のファイターを3回撃墜した選手の勝利となります。制限時間の5分が経過して残りストック数が同じ場合はサドンデスとなります。アイテムはあり、今回から導入されたチャージ切り札もありです。準々決勝は1試合選手制となっていまして、1勝したら準決勝に勝ち上がります。そしてファイターは製品版に含まれる全てのファイター74体から選択できます。ステージは一部を除いたステージからランダムで選択されます。一定時間でステージが変わるステージ変化もありとなっています。ルールは以上となります。それではこれから大会に移っていくんですが、その前にですね、皆さんで応援の練習をしたいと思います。よろしくお願いします。もうすでにね、かなり盛り上がっているんですが、こちら皆さんもう大勢の方がこのバルーン、応援用スティックバルーン大乱闘スマッシュブラザーズバージョン持っていただいていると思うんですが、まだこれ膨らませないよという方いらっしゃいますでしょうか。そして持ってないよという方いらっしゃいます。そしたらステージに、あ、いらっしゃいますね。近くにスタッフがいると思いますので、ぜひこの応援用スティックバルーンを受け取っていただいてですね、応援に参加していただければと思います。まずはですね、この応援用スティックバルーン、アムサさんもあちらにありますね、はい、持っていただいて、これで練習していきましょう。こちらですね。では我々と一緒に選手の応援よろしくお願いいたします。では行きますよ、皆さん行きます。せーの、拍手。ありがとうございます。この応援用スティックバルーンの音が選手の背中を押す数です。ぜひ応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さらにですね、試合開始の合図はですね、3、2、1、GO という、これまあスマッシュブラザーズプレイヤーの皆さんでやればもうおなじみの掛け声だと思いますけれども、こちらをですね、ぜひ皆さんで一緒に試合始めていただきたいというふうに思うんです。ということでですね、私がせーのと言ったら3、
3、2、1、ゴーというふうな掛け声、ご一緒によろしくお願いします。それでは練習です、いきますよ、せーの、3、2、1、ゴーという掛け声で試合始まっていきます。よろしくお願いします、皆さん応援よろしくお願いします。それではいよいよ対戦が始まってまいります。準々決勝第1試合です。予選まではちょっと多少の手抜きはしてたんだけど、まあ、ここからマジで本気でいこうと思います。優勝を目指して頑張ります。選手入場、カリスマのカリスマ、カリスマ。準々決勝第1試合はカリスマ選手とモコニー選手の対戦となります。それではお二人、試合前に握手をお願いいたします。少し緊張もあると思いますが、ぜひよろしくお願いします。これから大会が始まります。それではスタンバイをお願いいたします。まあ、こういった観客の中でやるというのは非常に緊張感もあると思いますが、そうですね、まずそんな機会ないですね、はい、なかなかないですよね。これモニターもかなり大きいですし、はい、まあ、見てる方としてはワクワクしますけれども、はい、プレイヤーとしてはワクワク感もありながら、緊張もね、はい、どうなんでしょう。実際海外の大会などでどうですか、アムサさん、そういった経験などは。そうですね、かなり緊張はもちろんするんですけれども、はい、何よりも、まあ、楽しもうという気持ちが上回ればですね、このプレッシャーも力に変えていけるんじゃないかなと思いますので、はい、その選手の皆さんの背中を押すのはこの観客の皆さんじゃないかなと思いますので、はい、応援だったり、はい、あとはスティックバルーンの応援も合わせて、ね、ぜひお願いしたいですね。ね、選手名を、ね、こう大きな声で呼んでいただいても結構です、はい、ぜひ応援をよろしくお願いいたします。それではさあ準備が続いております。さあ準備が整ったようです。それでは参りましょう。準々決勝第1試合、カリスマ対モコニー、試合開始。それでは会場の皆さん、カウントダウンをお願いします。せーの、3、2、1、ゴー。さあ試合が始まっていきます。カリスマがダークサムス、そしてモコニーがキャプテンパルコンという対戦になりました。まずこの対戦見ていかがでしょうか、アムトさん。そうですね、カリスマ選手、まあ、先ほどから飛び道具の使い方が非常に慣れておりますので、はい、キャプテンファルコン、まあ、近接が非常に強いファイターをいかに近づけないかっていうのがまず大事になってくるかなと思います。投げていきます。まずワンストックランはキャプテンファルコン、モコニーがワンストックラン、ダークサムスがリードする形になりました。そしてアシストフィギュアが出ます、アンドルフ。はい、注意すべき点などいかがでしょう。そうですね、アンドルフはそんなに攻撃のスピード自体は速くないので、はい、このように動き回っていれば問題ございません。ただキャプテンファルコン、モコニー選手は早めにダークサムスの動きを止めたいですね。はい、はい、リードしているのはダークサムスです。おっと、ここで2対2、モコニーとカリスマ並びました。うまいですね、今キャプテンファルコンの前空中攻撃をクリティカルヒットさせていきましたね、はい、結構クリティカルヒットさせるのは難しい技なんですけれども、うん、見事に当てていきました。さあ上と下スマッシュ溜めますが、上スマッシュ当たらない。ダークサムスカリスマ、カートを避けながらアシスピギア取ります。バイト君が出ます。はい、さあこのバイト君ですが、はい、そうですね、上からこのクレーンに吊り上げられてしまうと、はい、ステージ上方に吊り去られてしまいますので、まず捕まりたくないですね。注意すべき点がありますね。さあそしてスマッシュボールが出ています。2つ出ている。はい、これどっちが本物でしょうか。はい、ここでチャージショット決まりました。残りワンストックがキャプテンファルコンです。モコニーは残りワンストック、後がなくなります。ダークサムスはツーストック。おっと、ここで爆発してしまいました。相手もののスマッシュボールが今作から登場したんですね。そうですね、よく見るとこうスマッシュブラザーズのこのシンボルの模様が若干違うところがありますね、はい、ここでブルーファルコン入りました。
これで1対1、互角の勝負です。いい勝負ですね。さあ、ステージ上にアイテムのドラグーンパーツも出ております。はい、さあ、仮面ライン、ここでステージ変化です。エイトクロスサーキットからライトラットクルーズ。はい、ライラットクルーズになりましたね。さあ、ここでドラグーン発動、狙いを定める。モコニーが狙いを定めて決まりました。ダークサムス落とした。モコニーが見事な逆転勝ちでベスト4進出。素晴らしい戦いを見てくれました。最高の惜しくも敗れてしまいましたカリスマ選手にも皆さん大きな拍手をお願いいたします。ちょっと悔しそうな表情ですけれども、はい、さあ、モコニー選手かなり緊張感もあったと思いますが、このそうですね、ステージでの戦いです。はい、どうでしょう、楽しかったでしょうか、どうでしょう、お話聞いてみましょう。このすごい緊張感のあるステージだと思いますが、はい、もう会場の皆さんがモコニー選手応援されてますよ。どうですか、楽しかったですか。あ、はい、ぜひ次もいよいよベスト4進出です。次の試合も期待してます。頑張ってください。モコニー選手でした。皆さん大きな拍手で送り出してください。ありがとうございました。見事な試合運びでした。はい、最後はブルーファルコンで決めてきました。はい、今の試合振り返っていただけますか。そうですね、まずゲームの序盤でですね、ダークサムスにこう簡単にやられてしまったんですけれども、画面の右側でですね、空中前攻撃でをダークサムスにクリティカルヒットさせてすぐさま追いついていったところで、こうかなりプレッシャーがかけられたんじゃないかなと思ってます。うん、この後も最後の切り札をしっかり当てて、そして最後はドラグーンを当てて、はい、こう撃墜の手段というのは非常にうまかったなというのが印象的でした。そうですね、はい、さあ、いよいよ準々決勝も第2試合になっていきます。ベスト4を決める戦い、準備が整ったようです。それでは準々決勝第2試合が始まっていきます。皆さんも応援よろしくお願いいたします。カウンターとかをきっちり使って、次こそは余裕で勝ちたいと思います。剣士使いの達人、松島優。泣いても笑っても、まあ、これが最後の決勝なので、まあ、ここまで来たからには優勝を目指して頑張っていきたいと思います。対するは普通な小学6年生、松下壮太郎。決勝第2試合は松島優選手と松下壮太郎選手の戦いとなります。ではお二人、戦いの前に握手をお願いいたします。では準備をお願いいたします。さあ、松島優選手が剣士使いの達人、はい、まあ、予選ではロイを使っていましたけれども、はい、どうでしょう、戦いの印象などありましたか。そうですね、まあ、ロイやカムイなんかは、はい、カムイ、そうですね、カムイ、あ、そうですね、カムイ、カムイが、松島優選手がカムイですね、はい、はい、アイテムの使い方は非常にうまかったなというのが印象的でしたね。はい、アシストフィギュアは相手に取らせないで、もうなんか何かもう常に2対1の状況になっていたような戦いぶりが印象的でした。はい、まあ、対して松下壮太郎選手は普通な小学6年生と相手ありますけれども、はい、この時点で、ね、もうベスト8まで残ってますから、はい、普通とはそうです、ね、普通よりもぐっと、ね、レベルが高いと思います。はいはい、どんな戦いになるんでしょう。それでは準々決勝第2試合です。松島優選手と松下壮太郎選手の試合、試合開始。それでは会場の皆さん、カウントダウンをお願いします。せーの、3、2、1、ゴー。
さあ舞台は子犬がいるリビング、はい、カムイとロイ、予選からキャラクター変えずに挑んできました松島優と松下壮太郎、はい、さあこの剣士同士の戦いいかがでしょうか。そうですね、ロイはあの剣の根元が強いという特徴がございますので、はい、まあ、カムイのこのリーチをいかにかいかぐって根元の攻撃を当てるかというところが大事になってきますね、はい、そして舞台なんですけれども子犬がいるリビング、どんな点に注意すればいいでしょう。そうですね、一見何もない続きのステージに見えるんですけれども、はい、さあ先行したのは松下壮太郎、はい、この上から積み木を追ってきてですね、はい、ステージの形がコロコロ変わってきます。まあ、ステージ変化、はい、あの今作から導入されたステージ変化ではないですけれども、はい、このステージの中で変化していくというようなステージですね。そうですね、うまくこう適応していきたいところですね。またこの地形なんかを利用して攻撃を重ねていきたいです、はい、ロイは空中攻撃から追い込んでいきます。ただ戻ってきました、はい、空中下カムイスマッシュ当たらない、シールド張ります。さあこのステージに限らないんですが、はい、地続きのステージというのはやはりこの画面の端っこは怖いですね、はい、うん、そうですね、どこまでが、まあ、セーフティーエリアなのかっていうのが分かりづらい部分があります、はい、さあトゲゾウコーラ投げました、狙いを定められます、カムイ避けられるか、避けます、おっとこれスマッシュ決まりました。これで3対1、2ストックでリードが松下壮太郎、ロイです。うまいですね、回避したところも最後ダッシュ攻撃で潰していると、はい、まるで詰め将棋のような展開が今見られましたね。ロイは非常に空中攻撃が得意なようにも見えます。そしてフリーザーが足元に転がってきますが、これには見向きもせず攻撃仕掛けます。カムイ落ちました、松下壮太郎2ストックになります。これに当たってしまうとやはり、はい、ラッシュ飛ばされてしまいますが、 おっとここで吹っ飛ばされていました。1対1、これはアイテムはビートルが隠れていましたね、はい、ビートルの効果で吹っ飛ばされていった、はい、さあ1ストックずつになります。ウニラ持っているロイ、これをうまく使うか、ここで、うん、激流砲入らない。さあステージ変化です、変化していきます。ここにも巻き込まれないようにしたい。さあレッキングクルーに変わりました。まあ、ここもなかなか変わったステージですので、はい、まあ、画面上に見える爆弾を壊していくとですね、地形がどんどん変わっていきますので、はい、これ危ないところですが、ステージの上が結構狭いので、あんま上の方で戦うと危険ですね。さあおっと戻ってこられるか、戻ってきます松下壮太郎、ロイ、さあ、あと一発といったところですが、はい、さあどうなる、これが入った、決まりました、勝利を収めたのは3対1からの大逆転勝利、松島優、カムイです、ベスト4進出。さあ一方の惜しくも敗れてしまいました松下壮太郎選手にも皆さん大きな拍手お願いします。さあそれでは剣士使いの達人松島優選手にお話聞いていきましょう。見事な勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今の試合どうですか。3対1になった時はどんな気持ちでしたか。負けそうだなと思いました。ただ見事な逆転勝利、どんなところが勝利のポイントだと思います。簡単だと思います。勝ってるな。さあいよいよ次がベスト4の戦いとなります。意気込みを聞かせてください。勝ちたいと思います、うん、ぜひ頑張ってください、期待してます。松島優選手でした、ありがとうございました。さああっという間に熱い戦いが続いて、はい、準々決勝も2つ終わりました。ここまでモコニー選手と松島優選手が準決勝に進んだ形となりました、はい、この2試合振り返っていかがでしょう。いや最後まで何が起こるか、そうですね、分からないですね。今の試合は3対1からの逆転、はい、そうですね、松下壮太郎選手がもうそのまま押し込むんじゃないかなって思ったんですけれども、はい、何かこうきっかけで、うん、もう流れが完全に傾きましたね、はい、どうでしょう、一つビートルというのはポイントですか、はい、そうですね、あれがかなり大きかったですね。 0% からこう運んでいったんですけれども、はい、あれのビートルに掴まれてしまうとレバーガチャをしないと抜けられないんですが、一瞬何が起こったのか多分分からなかったのかなと思います ね。私も見てて、あ、いつの間にか捕まってるっていうような感じで、はいはい、いつの間にかこう画面手前に飛ばされてきているというような形でした、はい、いつ投げたんだろうなっていう、そうですね、目にも止まらぬ速さでした、はい、そういったアイテムの活用なんかもやっぱり重要になってきます ね、はい、そうですね、まあ、こういったアイテムを把握してるかっていうのも非常に大事なポイントですね、はい、さあそれではいよいよ準々決勝の第3試合が
始まっていきます。準々決勝第3試合です。負けると思ったのでめちゃくちゃ嬉しいです。絶対に優勝します。空中攻撃のスペシャリスト、エアロ。月光河でダウン連をしてフィニッシュまで決めることです。目指すは優勝です。対するは連続攻撃のスペシャリスト、日向と。準々決勝第3試合となります。エアロ選手と日向と選手の対戦、まずはお二人握手をお願いいたします。それではスタンバイをお願いいたします。さあ、通り名なんですが、エアロ選手が空中攻撃のスペシャリスト、はい、そして日向と選手が連続攻撃のスペシャリストとなっています。スペシャリスト同士の戦いですね、はい、どうでしょう、空中攻撃、まあ、スマブラの一つの、はい、まあ、武器であったり、はい、吹っ飛ばしの要素でもあると思うんですが。そうですね、特にマルスは空中攻撃、まあ、先端が強い、はい、ファイターですので、この空中攻撃撃墜できるかどうかっていうのは非常に重要な要素になりますね、はい、そして連続攻撃のスペシャリストが日向とという対戦になります。そうですね、日向と選手、まあ、手元のプロフィールでの面白いのが、はい、スマブラの好きなところで1対1が面白いところですと、この順次楽しみですね、はい、ルールにもすごい当てはまってますね、はい、それでは始めてまいりましょう。準々決勝第3試合、試合開始。それでは皆さんカウントダウンお願いします。せーの、3、2、1、5。さあ、月光河とマルスの対戦です。はい、お互いリーチのあるファイターですので、はい、この間合い管理といいますか、その間合いをいかに切ってこう相手の懐に潜り込むかが注目ですね。はい、やはり月光河はスピード感ありますね。はい、そう簡単に捉えるのは難しそうですが、アウラを取ってボスギャラガが出ています。月光河素早く取った。さあ、これに捕まれてしまうとステージ情報に連れ去られてしまいます、はい、ただマルスも逃げます。お互いに地上戦、素早い動きからワンワンが出ます。さあ、舞台が変わりました。もうアシストフィギュアが出た時にはやはりまずは近づかないというのが非常に大事ですね、はい、そしてこの向上戦というのは、こういったまた先ほどの子犬がいるリビングのように季節変わっていくんですね、はい、そうですね、第1段階としてはこちらの下の地続きのステージに今度切り替わりまして、はい、また1段階さらに次のステージに向かうことがあります、うん、はい、運転手出ましたが素直に避けてきましたマルス。このあたりもこう画面をこうしっかり見ているなと感じがしますね。そうですね、アイテムをしっかりおっと、しかし連れて行かれます。マルス、エアロ、なんとか戻ってきた。そうですね、ダメージが高いのでなかなかレバーガッツの回数も高いですね、はい、ちょっと飛んできました。空中攻撃、月光がさすが日向と連続攻撃のスペシャリスト、空中でも連続攻撃出します。さらにチャージキーフラも使える状況ですね、はい、そして悪い位置が出た、落とし穴のために埋まっている月光が。さあ、チャージキーフラが溜まっていって、しかしこれ避けました月光が。地形が変わったら難しかったですね、はい、さあ保安官が出ます。太陽感も出ます。生拳も出ている。さあ、全てを味方にして、はい、さあ、そして決まっていくか。悪い意地がまず落ちた。しかしこれを避けるのは至難の技。ちょっと表情もきついなという表情見えましたが、そうですね、スピードがかなりあるので、はい、おのものに来られなかったということで、準決勝進出したのは連続攻撃のスペシャリスト、日向と。月光河を駆使して見事ベスト4進出です。そして一方の敗れてしまったエアロ選手にも皆さん大きな拍手をお願いいたします。さあ、それでは日向と選手にお話聞いていきましょう。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。今試合終わってどんな気持ちでしょうか。一気もやられずに倒せてよかったです。
月光河はいつから使ってるんですか。1ヶ月ぐらい前。あ、そうですか。それまで別のキャラクターだったんですか。はい。で、1ヶ月間の練習でこの大会に臨んだ。はい。あ、そうですか。さあ、この月光がどこまでいけるのか期待してます。最後に意気込みをお願いいたします。絶対優勝します。はい、笑顔が素敵ですね。頑張ってください。日向戸選手でした。アムサさん、はい、月光が1ヶ月前から練習し始めたという、はい、とてもそうは思えないような動きでしたね、はい、また月光がのこのスピードも十分に生かしてですね、全てのアイテムを回収しても試合のリードを常に保っていたのも印象的でしたね、はい、さあ、いよいよ準々決勝。準決勝の椅子は最後の一つとなります。どんな戦いが待っているんでしょうか。最後は一選手と幸喜選手の戦いとなります、はい、さあ、ここまで3試合が終わってもあっという間ですね。そうですね、もうここの準々決勝はやはり一本選手なのでこう心臓に悪いと言いますか、はい、何が起こるか分からないですからね。見てる方も緊張していますし、はい、きっとあの選手の親御さんも今日はいらっしゃると思うんですけれども、はい、まあね、こうかなり緊張するだろうなっていう感じですよね。そうですね、何かもう1個でも多く勝って少しでも長く対戦してもらいたいなと思いますね、はい、さあ、それではそのいよいよ準々決勝最後の試合です。第4試合が始まります。人がいっぱいいるところでゲームするのは初めてで結構緊張はしたけれども、まあ、勝てたし何より楽しめたのでよかったです。やっぱり目標は優勝です。無敵の丸鈴会イチ。好きなキャラはユカです。技が一つ一つ強いのがいいです。決勝ステージに勝ち進んだので優勝を目指して頑張ります。龍華使いの光輝。さあ、それでは準々決勝最後の試合は一選手と光輝選手の対戦となります。まずはお二人握手をお願いいたします。それではお二人スタンバイをお願いいたします。さあ、もう通り名からもうキャラクターの選択、はい、ファイターの選択は決まっているというような感じです。そうですね、あえて変えてくる可能性も、はい、それはそうですね、ちょっとまあそうかもしれませんが、はい、それは自由ですので、はい、そうかもしれませんが、はい、まあ、ただ自信はあるとは思いますよね、はい、さあ、いよいよ準々決勝第4試合です。準々決勝準備が進んでいます。それでは準備が整ったようです。それでは準々決勝第4試合始まります。試合開始です。それではカウントダウンお願いします。皆さんいきますよ、せーの、3、2、1、ゴー。さあ、舞台がメイドインワリオ、はい、このステージいかがでしょう。そうですね、一見、まあ、通常のステージ見えるんですが、はい、時間が経つといろんなお題が出てきます、うん、そのお題をうまくこなすことでファイターが大きくなったり無敵になったり非常に恩恵を受けられるのでそのお題をこなすかそれとも相手ファイターを倒すことを優先するかというところが読み合いになっているのかなというステージ、はい、そしてトーリナのトーリ、はい、丸鈴会の位置、そしておっとここで先行しました。位置が先行してマルスがリード。うまいですね、スマッシュ攻撃横の先端部分を画面の端っこで当てていきました、はい、そしてマルス埋まって戻ってきます。うまいですね、落とし穴のため一気にダメージ 50% 近く稼いでいきました。はい、落ち着いてますよ。さあ、そして頭についてしまった、はい、メトロイドが出てきましたね、はい、こちらに捕まれると拘束されてしまいます。ダメージも溜まっていきますね。さあ、 PK さんだ、おっとこれがこのまま落ちていくか、落ちていきました。リューカーは残りワンストック。このメトロイド厄介ですね。そしてここで逆転の PK スターストームいけるか、流れをつかめるでしょうか。マルス復帰してきた、うまくかわしましたね。さらにお題もクリアしている。
空中へは当たらない、掴んで投げた。さあさらにシージチャッピリブダも決まって、落ちて一回戻ってこれるか、戻ってきた、うまいですね、姿が長い。おっちょ、これは失敗しました、チャージキリブダ失敗。そしてリュカは四国の騎手を味方につけました。はい、コウキ選手まだありますよ。さあここからです、2対1、逆転できるか、リュカ戻ってくる。そして漆黒の騎士も攻撃を与える。さあさあボム中、おっと BBA サンダーは失敗しました。ということで最後のベスト4の椅子に座ったのはマレスズカイ1。さあ一方惜しくも敗れてしまったリュカズカイのコウキ選手にも皆さん大きな拍手をお願いいたします。それでは勝利を収めた無敵のマルスズカイ一選手にお話を聞いていきましょう。まずはおめでとうございます。ありがとうございます、はい、マルスにはやはり自信あったんですか。あ、はい、ありました。どのくらいマルスは使われてきたんですか。まあ、使ってる歴としてはあまり少ないです。1年ぐらい、1年ぐらい練習してきたんですね。さあいよいよそのマルスとともにベスト4の戦いです。どんな戦い見せてくれますか。まあ、どんな戦いしたいですか。一番いいプレーをしたいです、うん、頑張ってください。期待しています。マルス図解の一選手でした。ありがとうございました。さあそれではここで準々決勝がすべて終了しました。改めましてベスト4に進んだ選手をご紹介します。まずはキャプテンファルコンを使ってベスト4に進んだモコニー選手、そして松島優選手、日向人選手、一選手というこの4人になっています。はい、どうでしょう、この4人見て何か感じることなどアムサさんありますか。そうですね、皆さん結構ストレートというかリードを奪った時にそのまま勝ち切るケースが多いなと思う一方で、松島優選手はこう3対1の状況から繰り返したという感じですね。そうですね、もう実力はものすごく拮抗していると思うので、はい、この一瞬一瞬を大事にしていただきたいですね。また次からですね、日本選手に変わるということで、ここでまたもしかするとファイターの変更なんかもあり得るかもしれませんね。そうですね、1本取った後ファイターの変更も可能です、はい、さあそれではルールを見ていきましょう。こちらになります。準決勝のと決勝のルールに参ります。準決勝からは2試合選出制、ストック数は3、制限時間は5分、ここは変わらず、アイテムもあり、チャージ切り札もありとなっています。さあ2試合選出制ということで、ここからまた熱い戦いが一進一退の、はい、まあ、一本取り返してという展開もあるでしょうし、そうですね、非常に楽しみな準決勝が始まっていきます。それでは参りましょう。準決勝第1試合です。コケコッコモコニー、対するは剣士使いの達人松島優。さあそれではモコニー選手と松島優選手の準決勝となります。お二人試合前に握手をお願いいたします。それではスタンバイをお願いいたします。さあいよいよこの京都大会も残り4人に絞られてきました、はい、どんな戦い見ていきたいですか。そうですね、思ったよりもですね、今、はい、チャージ切り札があまり当たってないなっていうのがありまして、
どちらかというとアイテムの活用方法というので差が出ているのかなという印象を受けています、はい、なのでこうそうですね、モコニー選手のキャプテンファルコンなんかはかなり足が速いので、はい、アイテムをどん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 取っていくんじゃないかなと思いますね。そうですね、まあ、非常にこう大事なシーンで、はい、このキャプテンファルコン、ブルーファルコン当ててきますからね、はい、またキャプテンファルコン撃墜力もありますからね、ダメージが溜まった時のプレッシャーは半端じゃないものがあるかと思います、はい、さあそれでは準備が整ったようです。準決勝第1試合1本目試合開始。それでは会場の皆さんカウントダウンをお願いします。せーの、3、2、1、5。さあキャラ変えず、ファイター変えず、キャプテンファルコン対カムイです。はい、そしてステージが終点しましたね、終点ですね、もう何もないステージ、はい、ただアイテムは出てきます。アシストフィギュア、さあゼロいきなり吹っ飛ばされる。さあアシストフィギュアのゼロなかなか強力ですよ、はい、しゃべりたくないですね。ゼロが追いかけてきます。さあキャプテンファルコン、ゼロとともに攻撃を仕掛ける。緑のコーラー投げます、カムイ。さあ空中、このゼロとキャプテンファルコンのプレッシャーが半端じゃないものがありました、はい、なんとか 53% というダメージで抑えていきましたね、はい、やはりこの準決勝レベルが高いものがあります、はい、さあ超爆発してしまいました。まずワンストック取ったのはカムイ、センサー爆弾を踏んでしまいましたね、はい、おっと復帰できるか、ミスになった。カムイも2ストック、カムイの下空中攻撃、この急降下技になってますので、はい、ステージに乗るかというところだったんですがギリギリ落ちてしまいましたね、はい、さあ崖際戻ってきてシールドで避ける。ああ、お互いジェネシスパーツを集めている状態ですね、はい、お互いに1つずつ、そして2つ目を取ったのはカムイ。さあチャージは、これがモコニーです。ブルーファルコン決めてきた、2対1。はいですね、画面の端だったので、はい、さらにジェネシス3つ揃えて上がった、連続で2ストックを落としたモコニー、まずは1本目勝利です。いや見事な試合運び、素晴らしいですね、はい、やはりあのブルーファルコンを決めるタイミング、はいはい、素晴らしいものがありますね。画面の端側だったのであまりダメージもなかったんですけれども、ギリギリ撃墜になりまして、しかもその後のジェネシスなんですけれども、はい、アシストフィギュアを取った後にこうアシストフィギュアを召喚するちょっと隙が出てしまうんですよね。そこを逃さずジェネシスで捉えて2ストック一気に連取と、はい、素晴らしいですね、素晴らしいですね。さあそれでは2本目の準備が整ったようです。モコニーは勝てば決勝進出。それでは準決勝第1試合2本目試合開始。それでは会場の皆さんカウントダウンをお願いします。せーの、2、1、5。さあ舞台はハイラル城、ファイターは変わっていません、はい、スマトラ64からあるんですね、はい、なかなか広いステージなので簡単に撃墜することは難しいかもしれません、はい、まあ、このステージに関しては視聴者の皆さんも、はい、おっとミスになるか、戻れなかった、カムイが落ちます。まずリードしたのは優勝に決勝進出に王手をかけているモコニー。そうですね、今上下と技したいところで、はい、横にちょっと化けてしまいましたね、うん、そしてスプリングマンと挟む、非常に強力な連携ですね、はい、さあカムイ地上戦、さらキャプテンファルコンは上、さあハプリングマンと2対1、アシストフィギュアさらに取るか、キャプテンファルコン取ります、ナックル上、常に2対1の状況というなかなか松島優選手、そうですね、さあ空中前3対1、落ち着いてプレーしています。その後にアシストフィギュア使いながら、素晴らしいですね、まだ 12.3%、 そうですね、3ストックで、さあそして激流砲です、カムイ、これが逆転の一手となるか。さあまずはダメージを貯めていきたいですね、はい、まずはダメージ貯めてワンストック落としたいところ、カムイです、連続ラッシュ、さあそして回復フィールドを持っている。さあここに行くと体力をさらに回復することはできますか、はい、ただそうはさせません、連続攻撃、
攻めて攻めて攻めまくるモコニー選手のプレッシャーが止まらないですね。連続ラッシュ。さあここでこれはお二人とも分かってますね、はい、スマッシュボールの方の偽物が出ております。これは簡単に、はい、これもまだ発売前ですけども、あっと当たってしまった、はい、もうすでにこう、はい、見て分かってらっしゃる。そうですね、何か違うぞと、はい、言ったところでしょうか。そしてリードを取っているキャプテンファルコンがスーパースター取った。無敵状態。さあ新アイテムのコックを使ってきますね、はい、画面の後ろからプレッシャー。これがモコニーだ。ブルーファルコン大事なところで決めたということで決勝進出は日本選手でモコニー。一方の敗れてしまった松島優選手にも皆さん大きな拍手をお願いいたします。さあ素晴らしい戦いでした、はい、それではモコニー選手決勝も頑張ってくださいね、はい、期待してます。いよいよ決勝戦です。では皆さんモコニー選手に大きな拍手をお願いいたします。アムサさん、はい、モコニー選手はもう本当に大事なところでブルーファルコンを叩き込んでいきますね。そうですね、アイテムの使い方もうまいですし、チャージ切り札を使うタイミング、それから、まあ、前空中攻撃の強さもしっかり理解されてて、はい、この前空中攻撃をクリティカルヒットするのって本当に難しいんですよね、はい、それを確実に決めていっているところが印象的ですね。大人顔負けですね、はい、このまま優勝いくんじゃないでしょうか。さあそれではですね、準々決勝まだ、次準決勝の2試合目になりますが準備が進んでいます。さあモコニー選手は、まあ、キャプテンファルコン次も使ってくるでしょう、はい、続いての対戦となるのが平戸選手と光輝選手ということになります。さあそれでは準決勝第2試合の準備が整ったようです。それでは準決勝第2試合です。連続攻撃のスペシャリスト日向と対するは無敵の丸鈴会一。この2人が決勝の切符をかけて戦います。日向とイチ、お二人まずは握手をお願いいたします。それではスタンバイをお願いいたします。さあこちらも楽しみな試合です、はい、日本選手の準決勝、日向と選手が月光が、そしてイチは無敵を豪語するマルス。そうですね、先ほど平戸選手、はい、またマルスと戦うということで、そうですね、逆にこうマルスと戦うのが慣れていってるかもなっていうのがありますね、はい、そうですね、楽しみな準決勝になります。それではいよいよ準決勝第2試合1本目です。試合開始。それでは会場の皆さんカウントダウンお願いします。せーの、3、2、1、GO。さあ舞台はこちらも64からあるステージ、スーパー幸せのツリー、はい、まあ、そこで64にはいなかった月光が、そしてマルスが対戦しています。印象深いですね、はい、さあこのステージなんですが、ステージ中央は比較的、まあ、通常のステージなんですが、この端にある雲の台に乗っていると時間が経過すると雲がなくなってしまうという リスクがありますね、うん、あまり外には行きたくないところですね、はい、巻きを投げた。さあこのアイテムなかなかいやらしいですよ、はい、さあ消える魔球、投げてから一度消えてまた突っ込んでくるという、はい、なかなか怖い。今度は月光がホームランバットですね。ホームランバット、シールド破壊、そしてホームラン。先制点はホームランで決めました。月光がうまいですね、回避で潜り込んでくるところを見てましたね、はい、かなり素早い月光がです。このステージが広いのでなかなか撃墜難しいところではあるんですけども、はい、このホームランバットで撃墜できたのは非常に大きいです、うん、石
かし1選手にはこの一発のスマッシュ攻撃をこの先端がありますからね、はい、こういかに当てるか非常に重要です。ただ潜り込んで月光がも反撃します。チリンボーム、チリンボームさせてしまった。3対1マルスが残るワンストック。そしてジェネシス決まった。ジェネシス入りますが戻ってきました。マルセ、そして月光が復帰は許さない。1本目取ったのは月光が、ひなとと1本目終わりました。危なげない試合運びだったと思いますが、はい、いかがですか。そうですね、ステージの特性もしっかり理解されているのと、あとは復帰阻止も、はい、まあ、スタスマッシュ攻撃で決めていったのも印象的でしたね、うん、もうやはり1対1の対戦が好きだと、面白いと言ってた通り、もうそこら辺のこう戦術はしっかりしてるなというのが印象的です、はい、さあこのまま決勝の切符をつかむのか、日向と後期の逆転はあるのか、1の逆転はあるのか。それでは参りましょう。準決勝第2試合2本目試合開始。それでは会場の皆さん、カウントダウンをお願いします。せーの、3、2、1、ゴー。さあ舞台スマムラです、はい、ここはかなり、まあ、終点とも近いようなステージですね、はい、真ん中に移動する台があるんですが、これをいかに活用するかというところが大事ですね、はい、さあ月光が距離を取ってからの間合いの詰め方が非常にうまい、この月光がです、はい、さあさあアイテムのキルソードが出てきます、はい、キルソードよりもアシスギア、コック川崎、星のカービィのキャラクターが出ます。さあ、さらにキルソードも取ってましたね、月光が、はい、さあコック川崎、はい、お玉の先に当たってしまうとですね、鍋に入れられてしまいます。そのお玉の先に当たって鍋にグツグツから吹っ飛んだ。そして返す、壁も出てきます。おっと、スマッシュ入った。3対2雪の王も出ます。ラッシュ月光が、このマルスのやつ、おっとマッシュ攻撃、ハンマー取ってすぐに当てた。ただ戻ってくる、もう一度ハンマー。今度は1が3対1とリードします。一旦ここで待ちます。さあマルスに対してここまでの試合運びいかがですか。マルス1は、そうですね、先端の当て方は非常にうまいっていうのが見て取れますね、はい、さあここ、さあ一発に逃げるゲームセットということで、準決勝第2試合2本目取ったのは1、はい、これで1対1にました。並びましたね、はい、まあ、本当にあの1本目と真逆の試合展開だったようにも見えます、はい、そうですね、こうアイテムでこう撃墜した後にその後有利な状況を保ってそのまま次のアイテムを拾っていってというふうに、こうその流れがずっと続いているような感じでしたね、はい、非常に楽しみな3本目となります。それでは準決勝第2試合3本目試合開始。それでは会場の皆さん、カウントダウンをお願いします。せーの、3、2、1、ゴー。さあ舞台グレートベイ、月光が対マルス、最後の戦いです。最終決戦、どちらが決勝に駒を進めるか。まずは牽制し合ってからラッシュ、月光が、さあアシストフィギュア、ワンワン、このアシストフィギュアを取るかどうかというのもちょっと鍵になってきますね、はい、おっと上に当たって下に落ちていったマルス。さあグレートベイというステージですが、はい、画面の下がこう水面になっているので、はい、こう、まあ、水面に入ってしまうと一気に相手のターンに持っていかれてしまうのであまり落ちたくはないですね、はい、ハエの手が出ました。はい、ハエたたきに2度目の当たり、マルス戻ってきます。コックを攻撃しつつ、コックハエの手と、はい、まあ、味方を増やしている月光が、おっと少し入りました。マレスがワンストック落ちます。そうですね、やはりアイテムを取ってそのまま次のアイテムを取るという、はい、もうずっと自分の流れに持っていくような感じが今見て取れますね、はい、そしてドラグーンも溜まってきている、はい、おっと、そうですね、これ攻撃を食らうとドラグーンパートを落としてしまうので、はい、ここでまた回収していきたい。必殺の刺激が入って2対2、ドラグーンは失ってさらに撃墜もされてしまったという形ですね。うまく並びましたね、一戦、はい、
やはり最終決戦ともあって2人とも気合が違います。連続から戻ってくる、復帰してきたところ着地、そして裏に入って攻撃、さあ忍びの火を弱っとったらわずかに当たらなかった。そうですね、フリーの相手ファイターに当てるのはなかなか難しいですね。はい、もうこのレベルになってきついとやはり回避されてしまいますね。空中で当てに行ったんですがわずかに外れました。さあ2対2、そして 56% 対 65% という互角の戦いが続いています。勝てば決勝進出です。スマッシュ溜めますが上から空中上マルス、まあ、ステージ変化も来ました。はい、ステージ変わります。スダク城、これはどんなステージでしょう。そうですね、画面左は崖になっているのでこう、まあ、落ちてしまう危険性がある一方で画面右が地続きになっているので落ち込まれてしまうと、はい、低パーセントでもやられてしまう可能性があります、はい、さあ上に回り込んで決めていきました。画面右消えていったマルス、残りワンストック、ただすぐにスマッシュ、1対1。さあ最終決戦、忍びの費用に当てられるか。月光がチャンピオンを溜まっているラッシュ、そして忍びの費用に入った。会場盛り上がります。準決勝3本目取りました、地獄の接戦を制しました。月光が日向と決勝進出。それでは惜しくも敗れてしまった一選手にも皆さん大きな拍手をお願いいたします。まさに激戦を見せてくれました。勝利を収めた日向選手にお話聞いていきましょう。この試合は、まあ、今どうですか、ほっとしてますか、どんな気持ちですか。2試合目3ストック残されて負けたのでちょっと、大丈夫かなと思いました。はい、いよいよ次が決勝です。どんな戦い見せてくれますか。3期残して頑張って勝ちます、うん、ぜひ頑張ってください。期待してます。日向と選手でした。皆さん大きな拍手で送り出してください。さあそれではいよいよ決勝戦ということになります。ここで改めてトーナメント表を見てみましょう。このようになりました。まあ、ブロック1から4を勝ち上がった勝者の中で争われたこの上のブロックはモコニー選手が決勝進出、一方の下のブロックは日向選手が決勝進出ということになりました。実は東京大会では日向龍選手という選手が優勝したんですが、はい、まあ、同じ日向がついている選手が決勝進出しているということで、はい、なんかこう縁のようなのは、ね、縁があるんでしょうか。日向選手は決勝進出している、はい、そして一方のモコニー選手はキャプテンファルコンを使って決勝進出してきました。いよいよ注目の決勝戦が始まります。それでは決勝戦が始まっていきます。選手入場、コケコッコーモコニー。テンファルコンを使ってここまで順調な勝ち上がりを見せてきたモコニー、決勝ではどんな戦いを見せてくれるんでしょうか。対するは連続攻撃のスペシャリスト日向と、少し笑みもあるか、この舞台には慣れたぞ、そんな表情にも見えます。それではモコニー選手と日向と選手、決勝戦です。戦いの前に握手をお願いいたします。それではスタンバイをお願いいたします。観客の皆さんは熱い声援を決勝戦もお願いいたします。さあ会場も盛り上がりを見せています。あの前方に座っている方もいらっしゃるんですけれども、後方にはかなりこう多くの立って見ていらっしゃる方もいるというこの会場になっています。すごい盛り上がりを見せています。小学生以下部門京都大会の決勝戦です。さあいよいよ決勝戦が始まっていきます。決勝戦も日本選手となります。それでは
決勝戦1本目試合開始。それでは会場の皆さん、カウントダウンをお願いします。せーの、3、2、1、5。さあ緊張の瞬間、決勝戦です。さあステージは野原、なかなかこう変わったステージが来ましたね。はい、この野原というステージはコインを100枚集めるとですね、ファイターがゴールド化します。はい、ゴールド化すると吹っ飛ばしがものすごく強くなるので、そのコインを拾いたいところなんですが、そこを狙われるとまた不利になってしまうので、はい、そのどういう駆け引きが繰り広げられるのか楽しみです。さあお互いに序盤は牽制し合っているというところでしょうか。そうですね、月光川は通常下方の水手裏剣もあるので、なかなかこう逃げ回りやすいファイターだとは思います。こう飛び道具が月光川あるということですね。はい、ただキャプテンファルコも一発がありますからね。はい、何が起こるかは分かりません。さあ赤コインも出ます。はい、さあステージは今度は左側に作ってきまして、はい、青コインも出てきました。コインを100枚取ればゴールドか。さあアローラライチューゴールド化しました。お互いにゴールド化。はい、さて決めるか。決めた、キャプテンファルコン月光が落としました。ゴールド化しっかり活用していきましたね。はい、そしてモンスターボールも持っている月光が落としてニアスが出る。さあしかしモコリ選手うまく避けてますね。はい、モンには近づかない。モンスターボール避けながらファイヤーフラワー取ります。はい、ああ先ほどかモコリ選手かなりコインを集めてますね。はい、そうですね、お互いにこう避けながらうまくコインを取っていますね。はい、そしてゴールドカッ、さあゴールドカッサファルコンの一撃は非常に強いですからね。はい、さらにスマッシュ攻撃狙っていました。さあ妖精の瓶もあります。おっと月光がなゴールドカッサキャプテンファルコン撃墜しました。これで2対2。まだまだわからない決勝戦の1本目です。ラッシュ月光が画面外から戻ってくる。まあ、今度は月光がゴールド化しましたね。はい、さあキャプテンファルコンは逃げる立場となります。さあこのまま押し切りたいところですが、はい、さあここでゴールド化のままステージ変化、戦艦ハルバードになります。はい、ここでの戦い注意する点などありますか。そうですね、戦艦ハルバードここ最初のスタンダードの状態からですね、はい、まあ、別のステージに移るんですけど、はい、その時に、まあステージが非常に狭いので、はい、落下してしまう危険がやはりありますね。いかに落ちないようにまた処置ができるかどうかといったところが大事になってきます。はい、さあ先ほど忍びの費用は当たりませんでした。さあ崖際での攻防、おっとここでブルーパンコン、すごいところで打っていきました。これが決まって2対1、リードを奪ったキャプテンファルコン、モコニー、ね、崖、はい、まさかのタイミングでした。そうですね、崖を掴んでいたので、ひなつ選手もそのまま復帰したいといったところなんですが、はい、それ裏をかきましたね。そうですね、ここで素晴らしいブルーファルコンが決まりました。いや、びっくりしました。あ、勢い乗ってますね、はい、モコニー選手。残りワンストックが月光河です。キラー戻ってきたところ、吹きはさせない。崖際からキャプテンファルコン、さあモコニー選手マッシュフからメテオ攻撃狙ってますね。これが当たると一撃で撃墜になってしまいます。はい、さあ戻ってきて、さあしかしダメージが溜まってます。爆弾持って投げる、これが当たるか。注文時爆弾外れます。月光がもう素早く避ける。バナナの皮がある、これうまく利用できるか。はい、投げますがシールド、ここで滑る、惜しかったですね。はい、バナナからの空中前攻撃。はい、おっと戻ってきてキャプテンファルコン、崖際からスマッシュボール一撃食らわせて、さあここでブルーファルコン当たらない。うまく下げていきましたね。はい、2度目はないぞというような月光が当てていきました。これで1対1、残り1ストックずつ、まさに互角の戦いです。野党選手、先ほどから横スマッシュ攻撃の当てどころが非常にうまいですね。はい、ダメージが溜まったところでしっかり当てていってます。はい、ウェビーで戻ってくる。お互いにかわし合って空中前。さあまた時間もですね、はい、もしかするとタイムアップがあるかもしれませんね。あ、残り30、まもなく30。さあ野原に戻ります。再びゴールドかで一撃狙えるか。残りはワンストックずつです。はい、100枚取ればゴールドか。ただ時間も残り30秒切りまして、まもなく20秒というところ。はい、このままタイムアップになりますと最後スーパーサドンデスが待っております。はい、さあ忍びの容疑、月光河の左
殺の一撃がここで入った。吹っ飛んでいきました。最後に忍びの飛行機で決めていきました。決勝戦1本目取ったのは月光が日向のということで、1本目はまず、はい、まあでもどちらに転んでもおかしくないような戦いでした。なかったですね、はい、いや非常に熱い試合内容で、もう見ててもうワクワク、そうですね、ハラハラというかいろんな感情が起き起こってしまいますね、はい、このまま2本目いきましょう。それでは準備が整ったようです。決勝戦2本目試合開始。さあそれでは会場皆さんカウントダウンです。せーの、3、2、1、ゴー。さあこちらのステージはズーフーアイランドというステージですね、はい、さあこちらもあのいろんな場所に移動していくようなステージになっているので、なんとか置いていかれないようにですね、このステージの動きに追いついていきたいですね。おっと、橋の穴から落ちてしまいました。日向が勝てば優勝という大事なところで、いやいやらしいミックに落ちてしまいました。いやらしいところに穴がありましたね。そうですね、ちょっとその穴を気にしながら舞台に戻ります。さあ新アイテムの歩くキノコ、はい、これに当たっていくと操作が反転してしまうという特徴があります。これは新アイテム、なかなか操作に慣れていない部分もあったでしょう。残りワンストックです。キャプテンファルコン、さあなんとか食らいついていきたいですね、はい、選手。さあダコル、これは偽物でした、はい、マッシュボームでした。さあしかしモトリー選手にもダメージを与えていきます、はい、さあここからの逆転があるか。逆転ファルコン3対1、月光が空中前戻ってきたところ、あ65、なかなかダメージ息が出ます。おっと戻ってくるか、次はシールドで避ける。さあもう一撃食らうと分かりませんね。さあここは耐えた。キャプテンファルコン、そしてブルーファルコン反撃の狼を上げる。ブルーファルコン決まりました、2対1、その差はワンストック。さあここでスマッシュボールの、はい、を取っていきました。分かりませんよ。さあここでもう一度ブルーファルコン叩き込めるか。おっと外した、忍びの容疑も防いだ。さあ非常に激しい攻防続いてます。はい、さあポケモンも出てくる中で、さあゼルネアス、こちら先ほど小原であったゴールド化、ファイターをゴールド化させる効果を持っております。非常に吹っ飛ばしが強力ですが、逆転できるか。ゴールド化したファルコンモコに 93%。 さあ舞台変わります。ウーフーアイランドからこちらはアンブラの時計塔ですね、はい、アンブラの時計塔、はい、まあ、しかし比較的スタンダードな成績があります、はい、122% 耐えながら攻撃を与えなければいけない。さあキテルグマも出る。さあキテルグマの一撃は非常に強力ですが、味方してくれるでしょうか。さあ空中上、空中上、空中上、下からのプレッシャーが非常に強いですね。うまく空中攻撃が出ていきます。アシストビギアも出します。3対1。さあ今度はジローですね、はい、この突撃が強いです。さあ 122% ですが、さあ地上戦ダッシュ攻撃避ける。さあダッシュシールド破壊できるか。おっとここで入りました。ひなとこが日本戦連取、優勝はひなとこ。最強小学生が決まりました。大学校スマッシュブラザーズスペシャルプレミアムファイト京都大会小学生以下部門、優勝は日向こと。256人の頂点に輝き、その名をスマブラの歴史に刻み込みました。さあただ惜しくも敗れてしまったモコニー選手にも皆さん大きな拍手をお願いいたします。素晴らしい戦い見せてくれました。キャプテンファルコン使って熱戦に続く熱戦でした。さあそれでは見事優勝を収めました月光河を使った日向戸選手にお話聞いていきましょう。いやおめでとうございます。決勝戦まずは振り返っていただきました。どんな決勝戦になりました？最初ストック負けていたけど巻き返してよかったです。どうですか今の気持ち、いかがですか？最高です。あいいですね、素晴らしい、笑顔が素敵ですね。さあ今回はですね、
ただスマブラ新作、まあ、発売前のタイトルでしたけれどもどうでした？プレイしてみて、楽しかったです、うん、どんなところが楽しかった？空中回避するときに動けるのがとてもいいと思いました、うん、そうですね、よく、ね、プレイして今日だけ今日初めてプレイしたんだよね、はい、あ、それで気づいてるんだね。素晴らしい試合でした。さあそしてアムサさん、はい、まあ予選の段階で月光がかなり注目されてましたが、はい、何かこうアムサさんからありますか？そうですね、まあ、月光がというキャラクター結構扱いも難しいファイターではあるんですけれども、シアント選手の月光がまず率直に言ってかっこよかったですね、うん、それを月光が見て皆さんかっこよかったですよね、うん、この月光がシアント選手、それだけの人をこのゲームのプレーでこう魅了したというのがもう平田選手のまあ魅力だったかなという感じで、もう優勝にふさわしい選手だったなと思っております、はい、そうですね、今後の活躍にも期待しています。頑張ってください。さあそれでは優勝された日向津選手に商品が贈られます。プレゼンターとして任天堂株式会社取締役上席執行役員柴田悟さんにご登場いただきましょう。それでは柴田さん、ステージにお願いいたします。皆さんこんにちは。日向田君おめでとう。本当に熱戦で感動しました、うん、ありがとうございます。それでは柴田さんより日向田選手にトロフィーの贈呈となります。日向田選手、改めて優勝おめでとうございます。それではここでフォトセッションに参りますので、カメラの方を向いて笑顔で写真に写ってください。日向田選手お願いします。そうですね、これ笑顔で、もう最初から笑顔ですもんね。いい笑顔です。優勝した日向田選手、このメインステージの戦いでも笑顔を絶やすことはありませんでした。さあそれではありがとうございました。さあそれではここで今後の流れについて説明させていただきます。明日任天堂ライブ最終日は京都大会一般部門が開催されます。強豪選手たちによる熱いバトルが予想されますので、皆様最後までぜひこちらもご覧ください。またスマッシュブラザーズスペシャルに関しまして、今後決定している大会のスケジュールもお知らせさせていただきます。来年1月より次世代ワールドホビーフェアの会場など名古屋、東京、大阪でスマッシュボール杯全国小学生スマブラ大会として3人対3人のチームで戦う団体戦の大会を実施予定です。各会場、大会の応援サポーターとしてデイ1ははじめ社長、デイ2にはフィッシャーズの面々が応援に駆けつけてくれる予定となっています。現在参加チーム募集中ですので、大会の詳しい内容やエントリー方法などは任天堂ホームページをご覧ください。ぜひまだ見ぬライバルとの熱い戦いに挑んでみてください。さあこの大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルプレミアムファイト、京都大会小学生以下部門、数多くの白熱した戦いが繰り広げられてきました。アムサさん、はい、まあ、大会振り返ってみていかがですか？そうですね、東京大会もそうだったんですが、まあ、いろんなファイターがまず見られたなと思っております。また同じファイターの組み合わせの戦いでもですね、もう試合によって全然内容が違うんですよね。そうですね、はい、またステージも違いますし、チャージ切り札をいかに当てるかだとかアイテムだったりとか、もうこのゲームの可能性がどん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 広がっているなっていうのを、もうひしと感じましたね、はい、まあ、今後の、ね、みんなの成長に楽しみになりますね、はい、期待かかりますね。そうですね、もういろんな遊び方ができると思うので、もう非常に楽しみです。この2週間がもう待てないですね。そうですね、いよいよ2週間後に発売となりますから、はい、プレイするのが待ち遠しいですね。待ち遠しいね、ね。さあそれでは最後にですね、柴田さん、
会場にお越しの皆さんと、そしてこの配信を見ている皆さんにぜひメッセージをお願いいたします。はい、皆さん、本当に今日ありがとうございます。いよいよですね、本当にお待たせしましたが、12月7日に、全世界で、発売をします。皆さん、ぜひ、熱い戦いをですね、広げていただいて、楽しんでいただくことを期待しています。よろしくお願いします。ありがとうございました。ぜひ皆さんで大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルプレイしていきましょう。さあ、改めまして、本日の大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルプレミアムファイト、京都大会小学生以下部門優勝は日向選手でした。皆様、改めまして大きな拍手をお願いいたします。さあ、この後も任天堂ライブ2018を皆さん心ゆくまで楽しんでいってください。また明日ご会いしましょう。本日はありがとうございました。